それでは諸君、これが私から諸君へ送る最後の言葉です。胸に希望を持て。希望を捨てなければ諸君は決して負けることがないのだから。人生は時として諸君を打ちのめす。絶望に打ちひしがれ、全てが虚しく思えることもあるだろう。しかし信じてほしい。諸君にはこの学園で養った大しい翼がある。私は信じている。諸君が自らの翼でどんな困難をも乗り越えていくことを。さあ、今諸君の目の前に未来は無限に広がっている。諸君、羽ばたけ。君がここに入っていくのが見えたんだ。これから少し個人的な話をしたい。聞いてくれるかな。理事長天橋一角ではなく、一人の男の話として聞いてほしいんだ。この3年間、私は君を見続けてきた。悩みながら日ごとに成長していく君の姿はとても眩しかった。仕事に疲れた時、ふと辛いことを思い出してしまうような時、そんな君の姿はいつも私を励ましてくれた。君を見ていればそれだけでいい、十分だ、そう思っていた。でもいつの頃からか、気がつくと私の目はいつでも君の姿を探し、私の足はいつでも君のもとに駆け出しそうになる。そして君といると、少年のように心がときめいて。君と別れた後は切なくて胸が張り裂けそうになる。私は自分の心に問いかけてみた。一角、お前はこれでいいのか。このままこの子の人生の傍観者として終わってしまうのか。私はもうこれ以上自分をごまかせない。この気持ちを。高三だ。正直に言うよ。私は君に恋しているんだ。これからは私を一人の男として見てほしい。そして君さえよければ、これからもずっとそばにいて私の喜びであり続けてほしい。
ありがとう。今日この日に君に打ち明けようと心に決めてから、内心気が気じゃなかったんだ。ああ、男なんていくつになってもそんなもんさ。さ、手よ、お手をどうぞ。行こう。今日ここから新しい私たちが始まるんだ。